行くパパ行くパパへ地の間で行くパパへ行くパパ行くパパへ最後始まるゲームチェコチェコ、ということでですね、まあ、今回もあの前回に引き続き、ガンバ女子の、美穂ちゃんに来ていただいてるありがとうございます。一応ですね、我々、こうチェックオンとか、まあ、ライドミーサイドゴーフェザータッチってやってるんですけど、よかったら美穂ちゃんにも何かつけてあげたらどうでしょうか。ちょっと待って、ちょっと見ますねオーラとか見るらしい。すごい OK です。ステップナウ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 こうやってよ、こうやってこう、みんなより激しいですねちょっとカロリー多めやけど、まあ、バージョンアップしていってるんで僕も人間が、はい、チェコフェザータッチサイドゴーライドミーステップナウ。はい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 、ありがとうございます。ガンバ女子とマッチしろ Tinder ガンバ王選手権いやいやいや、もう分からんけど Google じゃないよちょっと分かんないんですが、はい、Tinder って何ですか。 Tinder って出るやろもともと携帯に入ってたやろやめとけお前必要ないだ結構 YouTube を見てますとですね、やっぱ Tinder を使った企画とか、結構バズってるんですよ。ああ、そう。で、やっぱ僕らももうバズりたいんじゃないですか。そうですか。ですけど、ガンバを話すわけにはいかない。だから、ガンバ女子向けの Tinder のプロフィールを皆さんに今から作ってもらいまして、そのプロフィールを、美穂ちゃんに評価してもらって、誰とマッチしたいか。一番評価の高かった順に勝ち点という。なんでやねん。ちょっと待って、ちょっといいですか。宇治原くつろげすぎやろ、パナスタの本社前でなんか芝に座ってるやつみたいになってるから。皆さんテレワークされてるみたいで結構人通りも少ないんでとにかくマッチするように作れいいってことでしょ。ガンバ女子にマッチするように作ってます。ガンバ女子 OK 了解。ということで、今4人分のプロフィールを送ったんで、はい、作りました。今ちょっと審査していただいてまし、いていただいてください。審査してください。ライドミー名前、ライドミー登録者2000人超え、ずるいな、なんか登録者2000人超えの新進系の YouTuber です。あなたの心をライドミー写真も一応ガンマの試合行った写真で。なるほどね。うわー、すごい。ガンマメンバーって明かしちゃっていいの。いや、それはもちろんだって、どんな手使ってでも。これですね、宇治原です。はい。シンプル。ありがとうございます。男の中の男です。苦労はさせません。ロックオン。どういう意味？どういう意味なんこれは。これはですね、美穂さんにも聞いていただきたいんですが、ありがとうございます。男の中の男です。はい。苦労はさせません。そしてロックオン。これはですね、頭文字を読むとどうなってますか。え、なになにそれ。あ、お、すごい。青黒。キモい、キモい。青黒。青黒。あ、そういうことや。お、すげえ。いや、すごい。すごくねえだろ。で、これ次、高幸ですね。坂本です。かっこいいやつ、かっこいいやつ。うわ、いつもその写真使う、こいつ。誰のため、ガンバ大好き男です。ほぼ毎週パナスタに出没。嘘ついてるやん。アウェイに行きます。いや、ふざけんなよ、マジで。ハッシュタグ、ガンバ好きと仲良くしたい。ハッシュタグ、よかったら一緒に試合見ませんか。ハッシュタグ、仲良くなったらご飯でも。かっこ、インスタにて宇佐美選手のチャレンジリフティングやってます。みたいな。ああ、それはほんまや。ほんまのことほぼほぼ言うてないやん。よく言ってやん。で、僕がこれですね。何それ。
スノーボード行った時のめちゃくちゃ男前の写真ですね。ビューティープラスを5枚ぐらい重ねて加工して、もうカサカサの肌とかを真っ白に しました。ガンバ大阪を愛し、ガンバ大阪に愛された男、こびず引かぬ帰り見ぬ、その名は聖帝チェッコン。名前もね、あの若い女の子にガンバ女子に受けるように、ショーペイにしてます。シューペイやん。ショーペイ、ショーペイですみたいなね。このちょっと浅はかですけど、はいはいはい。芸人がそれやっていいの？いや、ダメですよ。でももうこれマッチングアプリですから、もう関係ないですから。あと僕ね、あの関係ないかもしれない、ディズニーとかも好きなんでね。はい、いやいや、イライライラ。はいはい、一緒に行きたいですね。はい。うん無理して笑わなくて大丈夫です。おい！ 3、2、4、1、うん、ポイントはちなみに3、1、1、0。なるほど、了解です。じゃあ3位から発表してもらって、3位で1位と4位、後でいきましょう。うん、じゃあまず美穂さんの第3位は、ここ3位のに先制なんですけど、おゆきさん、これだから誰だ？あーちょっと待って、マジで？なんでなんで？いや、こんなガチで書いてて、なんでなんで、なんで理由したい。お疲れ様。理由をちょっと、ハートが多い。ハートが多い。青黒じゃん。やっぱそれあざといんや。あざといね。うん、嘘やしね。東京渋谷に住んでるのに、絶対巻いてない。バレてる、バレてる、バレてる、バレてるやん。最悪なことがバレてる。ご飯行かなあかんねやみたいな。うわ高くなったらご飯行く。あーなるほど。ペテンバレてもうてるやん。ペテンバレてもうてるやん。いやーマジかー、それ書かなきゃよかったな。3位と2位が接戦なんですよね、うん、ってことは接戦ですね。そうそうそう、1位とかはもうはっきり分かったってことね。あ、そうですね、1位はダントツです。ダントツ、ダントツ。おお、じゃあ2位を聞きたいと思います。じゃあ美穂さんの2位は川原さんです。よっしゃー！ダントツではないからね。ダントツではないもんな。喜ぶリアクションおかしかったな。まあ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 。でも嬉しい、まあ嬉しい嬉しい。ちなみにどういうところがダメで、どういうところがいいみたいな。履いてることは、はい。別にいいと思うんですけど、はい、なんでスノボーの写真やねんって。4位でしょ。4位でしょ。ちょっとね。やっぱあざとさがちょっと。なんか、そういうウィンタースポーツもできますぜって、なんか板に乗る男ってかっこいいじゃないですか。俺の中の価値観ですけど、ね、やっぱそういう感じで。サッカーしないんかなって思われちゃいます。ああ、そっか。これ、青黒のウェアとかやったら逆に良かったかもしれないですね。いや、スノボーだったらいい。あ、なるほど。そういうの問題じゃないってことですね。1位聞こうか。じゃあ、第1位は浜口さんです。なんでなんで、ちょっと理由を聞きましょう、理由を聞きましょう。じゃあまず浜口1位の理由を教えてください。もう文面は無視して、はい、あのタグにスポーツ観戦入れてる、うん、でユニフォーム着てる、なるほど、でなんか友達多そう。あ、こういうことか。あと同志社大学。あ、なるほどなるほど。うわ、学歴。俺あえて書かなかったんすよ、同志社やけども。そこもポイント含めてくださいよ。いや、分からんやろ。なんか YouTuber で Tinder のプロフィールのなんか作り方みたいなやつ見たんよ俺。いやお前、マジかよ。友達結構と、なんか撮ってる方がいい、人に撮ってもらったやつのなんか何人か写ってるやつがいいみたいな。あー、そう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 。あ、そっちの方が印象がいいんやみたいなこと言ってたからそれ言ってました。はー、人気者っぽい。じゃあ結構戦略も練られてることやんね、もう。まあまあ、ちょっと、一番下のやつ、やばい。スマホの人、本社前、本社前の人。いや、聞こえてますよ。理由、理由。理由を、じゃあ、みおさんに聞かせてもらおうじゃないの。あの、誰が縦読みわかんねんっていう話ですね。なんでだよ。やっぱり、おしゃれじゃん。おしゃれ。それはそうや。あれも分からない。そんなにガツガツアピールするよりこう忍び込ましとくぐらいがいいかなと思ったの。
すぎる。その、未だに縦読みいいと思ってる価値観がやばいよね。いや、ちょっと古くだなぁ。まあまあ、でも決め手がさ、うん、結構やっぱ女性目線でリアルやった。そうやな、なんか。リアルだった。思ったよりリアルだった。スノボンがするとか、いいと思ってても、女の子にしたらそんなことなかったんやとか。だからスノボかっこいいってのは男の価値観だよな。そうやろな。決めて学歴もあるからな。あでもだからそういうちょっとあの学歴とかお金とか書いといた方がいい。よかったね。お金とかってどういうこと。学歴はあんまりお金ないだ。生々しすぎるやろ。年収とか年収なんかもないでこいつら。結構差が開いたんじゃない。さっきで縮まった。やばい。ビリか俺マジかよ。ティンダーね、ガンバ女子落とせティンダーマッチョ選手権は優勝は、私ライドミー。おめでとう。で4位の、サイドゴー。いや4位ピックアップしなくていいんだよ別に。まあもうこのイクバッパチャンネルの、女子視聴者層がねいない理由はもうほぼ宇治原にあるんじゃないか。なんでね。あ、なんてこと。絶対違うだろ。そうやから。